茨城県道179号中石崎水戸線、茨城町中石崎茨城県道179号中石崎、水戸線は茨城県東茨城郡茨城町中石崎から水戸市に至る一般県道である。茨城町東部日沼北側に位置する茨城町中石崎の県道長岡大洗線との交差点により分岐北上し、水戸市 本町の国道51号を通った一丁目交差点まで南北に伸びる延長約10キロメートルの路線。経路の途中、三戸市坂戸町の酒門六サロで国道6号三戸バイパスと交差し、三戸市元石川町にある三戸南インターチェンジ付近では東三戸道路のガード下をくぐる。1959年10月14日、新たな県道として、 東茨城郡茨城町大穴中石崎を起点とし、水戸市を終点とする区間を本路線とする県道中石崎水戸線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号179となり現在に至る。道路法の規定に基づき、水戸市、坂戸町道馬は緊急輸送道路として機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。